あんまり食べないじゃないですか。そう、ね、私も子供の頃白いご飯だけでは食べれない子供でしたね。なのでね、お野菜もあんまり好きじゃない子が多いので、うんうんうん、まあ、こうやって食べるとね、ちょっと楽しいかなって、うん、一度にね、うんうん、あのさつまいも芋ご飯っていうのが、うん、昔からあるじゃないですか。ありますね、うん、だけどね、おばあちゃんとかが食べたいんだけど、お芋切れないっていうんです、硬くてめんどくさいしって言うから、うん、じゃあこういう風にしたら、うん、簡単で、うん、あの食べたい時に食べれるよって言って ね、 なるほどね、そう作ったのが始まりで、トウモロコシ、トマト、さつまいも、え、かぼちゃそしてじゃがいも、何か地元でね、うん、貢献できるものはないかなっていうこと で、うんうん、で、あの前々からやっぱりあの、ね、規格外のお野菜をなんとかできないかなってずっと思ってた部分があったので、うんうん、それで、まあ、ドライサラダっていうのを最初に作ったんですね。でこれはもうご飯の食事の時のお野菜ではなく、うんうん、まあ、あのおやつとしてね、おやつのお野菜っていうのかな。いただきます。もうね、緑が濃い、うん、凝縮されてる感じですね、うん、ドライサラダにできない部位だとか、ええ、形がすごく悪いものだとかあったんで、なんかできないかなって思っている時に、知り合いのおばあちゃんが芋ご飯食べたいんだけど、切るのってすごく大変なの、うん、でもあの、ね、こう体のためにはそれを食べたいんだけどね、うん、って言われて、うん、じゃあこんな風にね、ドライにしたら一緒にご飯に炊いてみたらいいかもなと思って、自分でやってそして炊いてみたんですよ。ドライにすることでやっぱりギュッと味が濃くなるので、うん、あのすごくトウモロコシの香りもするし、甘みもあるし、美味しいねって言ってくださるので、やっぱりこれはね、美味しいものを作ってらっしゃる農家さんの新鮮なものをね、使わせていただくっていうことで、そうなるのかなっていう、こういう風に形になってきたので嬉しいんですけどね。これでお芋と、はい、ご飯、ご飯も何合ですか。ご飯2合です。これが一応2合用になってるので、これ1袋で2合分なんですね。そうです、そうです。まあ、2合入れますよね、はい、2合に対してお水も2合なんだけど、気持ち多め、2合入れますね。これが2合ぐらいですね。2合ですね、はい、はい、なのでほんの少しは、この上部ぐらい、このぐらい、もうこのままでいいんですか。このまま、ああ、シェルカギル、お芋もなんかね、何種類も入ってますね。もう炊くだけ。え、これだけ。そうです、こうしてスイッチオンで、うん、はー、炊き上がります。あと待つだけ。そうです、そうです。召し上がってみますか。いいですよ。これはね、トウモロコシご飯です。でもね、甘い香りがします。ありがとうございます。では、いただきます。優しい味です。すごく甘い。